はい、短期決戦です。1月11日7時3分です。第1242回ロト6の結果を発表していきたいと思います。ロト6ね、ちょっと待ってね。よし、ロト6、これクイックピックも、クイックピックも買った方がいいね最近お金あるからね。2018年1月11日、1241回、ロト6結果、2400万、3等173口46万5000、4等1万8200元、5等16万7282千円。12あるじゃん。33ってある？33ないね。あった。なんかずれちゃったね。12、22、
これすごい欲しいな、なんか。でもまあ22だから33、35、34、違うか、違うな。12、22、28、34、37、42と。33。2が全部来たんだね、これね。12はどこから来てんだろうね、これね。13はないぜ。22は見に色とかだからね。22は見に色と。22はミニロトと、前々回の、ロト6。28なんてないじゃん。34ないじゃん。37は前々回。42は全然出てない数字だな。33ないじゃん。33とかさ、すごい難しいなこれな。よく取ったな、1等2億円。もうあれだろうね、ずっと待ち伏せしてたんだろうね。ずっと買い続けてたんじゃないのね。こんな数字難しいよ。10、22、28、34、37、40。でもね、30の30が集中して出るっていうのはね、33、34、37、40、全然30代が合ってないもんなこれな。35、39、41、39、41、36、41。ほら、なんかこうさ、この少し違うっていうね。42は取ってんだね。42は。もう一個合えば。ああ、31、36、41だから、ね。もう一個合えば1000円だったんだけどね。狙いは悪くないんだけどな。28。こういうのが狙いは悪くないんだけどな。12、22、28ですよ。買ったのこれだから、ね、全く稼ぎもしてない買ったのこれだけど全く稼ぎもしてない。あ、これをずらせば、これをずらせば、上にずらせば、あ、ダメか、無理だな。まあちょっと今回は難しかったってことで。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。